おはようございます。2023年12月の4日月曜日です。ここは東海道新幹線の三河安城駅です。今から新幹線に乗って山口、新山口の駅まで行きます。来た新幹線。おー来た、あれはあれだ、のぞみだから止まらんね。うわーすごいね。わーすごいです早いね。ということで今から、3泊4日山口観光の旅行です。また来た。はい、今回の旅行は萩ですね。萩城下を巡るのが目的です。新幹線で、ここは三河安城は小玉しか止まりませんけど、名古屋でのぞみに乗り換えて、新山口まで約3時間で着いちゃうんですね。すごいですね。でも新幹線の旅は酒が普通は飲めるけど、新山口でレンタカー借りてまた走らないかんから、酒なしで3時間新幹線に乗ることになりますね。はい、間もなく、7時37分発のこだま765が到着です。これに乗ります。はい、名古屋に到着し、次はのぞみの3号か、7時51分博多行きですね。慌ただしいですね。4分しか乗り継ぎはないです。のぞみ3号です。先頭取れんかったね、残念。わーすごいね、朝から人が。こんな感じですね。はい、名古屋7時51分発出発ですね。すごいね、のぞみは。全席指定いっぱいです。次は京都、新大阪、神戸、岡山、広島、新山口。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。はい、朝飯タイム。家から握り飯持ってきましたね。味噌汁もこんなわざわざポットまで持ってきたんですね。朝からごちそうですよ。握り飯は鮭とたらこだったっけ。じゃあたらこ、とっと山陽新幹線は車内販売があるみたいですね。今ここ通り過ぎてきました。東海道新幹線は車内販売なくなったってニュースでようやっとったけど、で今9時15分かコーヒータイム。岡山のちょっと手前だと思いますね。姫路はもう過ぎたな。はい、コーヒータイムですね。もう何も買えんと思ってわざわざコーヒー、お茶持ってきましたね。ピーナッツもあります。せっかく持ってきた。はい、帝国通り新山口10時33分到着ですね。新幹線は時刻がぴったしちゃっていいですね。今からレンタルカーを探して山口の方へ行きますね。はい、新山口駅、あちらにあったですね、レンタカー、オリックスレンタカーというところは。三河安城からこの新山口駅まで、スマート EX で2人で3万3000円ですね。結構しますね。はい、レンタカーはスズキのアルトですね、K4。7日の昼まで2万6000円ちょっとですね。で、最初が木戸神社。木戸
十子、桂小五郎って萩の生まれだって萩だろ、うん、萩にも桂小五郎邸とかいろいろあったじゃん、うん、あそこの城下町にここにもあるんだね。これ山口ですけどね、まあ、死んだのは京都だって。京都であいつは病気で死んだんだ。45歳。ちっちゃな神社ですね。一応ここで4日間の旅の安全でも祈願しておくか。あちらがちょっと紅葉ありますね。桂小五郎は明治10年の西南戦争の時にもまだ生きとったみたいですね。いつ死んだのかな。だから西郷隆盛よりか長生きしてますね。これは何だ。あ、これもこの木戸十段だ。高吉の日か。これ漢字ばっかりで読みません。写真まで飾ってあるじゃん。いいね。こんな顔してた。おう、あんな顔してんだろ。まあ、しっかり拝んどきましょう。あ、この木ですね。だけですね、なかなか日に輝いてますね。綺麗な紅葉はまだ残っていました。うん、本当鮮やかだね。これはいいんじゃないですか。こっちは日に輝いてるわ。綺麗。お、なかなか綺麗だ。リサに当たった。あそこに電波塔がありますけど、あれが今から行こうと思ってる高峰城跡ですね。で、あの電波塔まで車で行けると書いてありました。ここから高峰城跡へ行く登山道ができてますね。まあ車で上まで行けるから我々は後で車に行く。で、これここに桂小五郎の屋敷があったんかな。ね、あ、住宅跡？旧宅。まあ昔の住宅か。跡だけであれがないのか、うん、建屋はないんだな、うん、そんな感じですね。ここに火までやる。だから先ほどは明治10年に亡くなってんだ、うん、西南戦争終わってすぐこいつも死んだんか。そういうことか。だからこの三英傑もみんなすぐ死んだんだ。高森も大久保も、大久保はこの西南戦争の後、うん、襲われたんだ確か東京で。ということで、ここは写真撮るだけですね、この日は。家はなし。ああ、なかなかいい景色ですね。上司上がっていく道、一応上まで車で上がれるんですけど、結構狭い道ですね。すれ違うところが、まあ、ところどころあったけど、なかなか大変だと思いますよ。で、見晴らし台があったから、ちょっと立ち寄りですね。あ、こちらは山口の町が見えるんか。ここは何と書いてある。毛利輝元と二の丸様は正室の南方との嫉妬で広島城に戻ることができなくなると、1603年萩城に入らずに山口の格好図に入った。輝元がよく使う宿であった。輝元は今度明日行こうとしてる萩城だよ。うん。うん、本当はあの関原で負けたから、うん、バーッと領土取られちゃって、山口の二カ国だけ、うん、なんだあの、ここは放棄って言うんだな。放棄の国じゃなかったかな。周防だ。周防と、あっちはなんだ、長門か。周防と長門の国に閉じ込められちゃって、あそこに城を作ったんで、萩城。
新山口とこの山口市街は結構離れてるんだな。15キロぐらいあったもんな、ここまで。あんまり大きな町じゃないか。ちなみにちょっと紅葉もありますね。まあ紅葉というのがイチョウの木か。なかなか感じいいです。じゃあ白旗行きましょう。これが最近上から見た、明日から見た電波塔なんですね、きっと。ここにどうだ、でも 4,5 台は止めれるか。もうちょっと狭いスペースがないと思ったけど。でこっから城市まで 500m とありますね。いろんな鳥もいるみたいです。あ、羽が見えたんか。うん、回るのが見えた。一応熊の注意の案内はないからまず心配ないでしょう。でも出そうと言えば出そうな雰囲気だよな。簡単に上がれると思ったけど結構険しい登り道がありますね。ハイテクバット登らない。行ってみとってやる。私はセンス行ったけど。じゃあその上上がったところで写真撮ってやる。この険しい道を撮っといてやる。まだね。そこでいいよ。結構きつい。55分だ、5分だ。ちょっと休憩時間あるから。小休止。これは展望が効かんか。まあいいや、5分休憩。12時5分か。休憩入れて15分で広々としたところに出てきたけど、ここがもう四角かな。なんかもっと城郭っぽいと思っとったけど、あんまりないな、肝心な。あそこに看板あるね。なんと書いてある。あ、主角はまだ上な。だからこれが二角だぜ、きっと。あと200m か。広大な車。これが主角だ。現在ここ。ここは電波塔のところ。こっからもこう歩いたら、まだちょっとあるな。ここが二角だよ。ここが最頂部クルバートだからここが一番高いみたいだね。であっち行ったところが多分主角があるだろう。しかし国の指定すぎても誰も訪れる人いないですね。こんないい天気なのに。天気が良すぎて暑いぐらいです。セーターなんかいらんかった。主格まで20。下に、主格の下に石垣があるんだ。やっぱり主格が最頂部だね。これはなかなかすごいね。こっちは、ちょっとじゃあ先にこの石垣まで行ってみるか。主格の下の石垣があるんだよ。どっかに現在地。あ、これが石垣か。まあそう大したことないだな。でも普通まだこの時期なんて石垣なんかまあ作らん山が多いはずなんだけどな、山城も。はい、これが主角の東側の下ですね。石垣がちょっと残っています。一応はぐるっと石垣で防御しとるんですね。ここは立派な石垣になってますね。でこっち行くとなんか先に井戸っていう看板があったから井戸もあるか分からんね。ああ、これはなかなかいいじゃん。しっかりした石垣ですね。でも今も言ったけど珍しいんだよ。
あの山城でまだ1520年ぐらいだろ、毛利元就が、あ、大内家が滅ぼした時がそんな時代だはずだもん。戦国時代でももう本当に初期だもん。この先も一応道は続いとるけど、すごく急だからこれはちょっとパスだぜ。これが落ちます。この四角をくるっと取り巻いとると思ったけど、そうでもないね。完全に自然の死を積んどる野面積みですね。じゃあ四角行くか。四角への上がり道も険しいですけど、まあ20メートルだからすぐだな。あ、そこがもうすぐ小口ですね、きっと。あれ、こっちが小口じゃないのか。あ、そうか。なかなかかっこいい小口ですね。今は10時20分か。ほんで、30分かかったね。かっこいいね。それが四角ですね。うわ、広いね。高峰城址と書いてあるのか。これが確か、こっちは30年だ。35年にこの碑ができたみたいですね。で、34年に国の指定史跡になったんだな、きっと。で、なんと書いてある。毛利の信仰に備えて築いた城。そうだろ、高峰城は大内氏最後の当主の大内義長か。毛利氏の信仰に備えて1557年か。まあ、そうでも桶狭間の3年前だな、築いた城。で、義長は形勢が不利となり長門国に逃れましたが、4月調布の長福寺で自害した。うん、あの毛利に攻められたんだ。で、幕府の一国一条例で全部廃城にしたんだって。ああ、だけ残して。毛利はな、うん、まあそうだ、江戸時代になってからな。で、この大内氏のあの家臣の末なんとかってやつが、うん、あの大内を謀反して倒したんだ、うん、でこいつを当主におっしゃ立てて、で末ってやつが、まあ、実権を握ったんだ、大内。だけど毛利輝元との生津島の戦いで敗れたということだったと思いますよ。ああ、さっきのいいか、これ。山松市内の絶景が望めますね。四角からの眺望。そうか、下からここまで290メートルか、高低差は、うんうん、あ、こんな天守閣もあったんだ。おー、天守もあった。へえ、こんなとこに。だから毛利元就が作ったんかな、うん、下も格があるわ、うん、ちょこちょこっと山口市内ビルがありますけど、今日泊まるのはたまれんどっかだろうな、うん、またスーパーホテルです。ウェルカムバーがあります。楽しみです。きっとこの中の外で、ね、ああ、ウェルカムバーはビールがないからビール買ってかないかんね、うん、四角から降りる道です。四角の南側にも石垣があるね。二つの特徴がある。
一つ目は二段の段築になっていることで、あ、二段重ねになってるってことか。織田信長の安土城以前は高さ4メートル超える石垣が日本、あ、国内では作られていませんでした。あ、ほんでここでは作ったってことか、うん、4メートル、うんうん、で四角に入る一番の入り口、うん、つまり、まあ、小口のことだな、うん、まあいいや、まあ、なかなかいいじゃないですか。あっからな、降りたらまたぐるっと回ってくれるかわからんけどな、さっきあのすごい道まくればいいですね。はい、南側の石垣です。あの角から撮ってるか、ずっと続いてますね。あの角っこの石もかっこいいですね。あ、高峰じゃなくて高峰城だったかな。じゃあこれで終わりですね。電波塔の駐車場から多分こっち東側の角ですね。こっちが、まあ、そう、城の堀とか堀切りとかそういうのがこの城はないからあんまり面白くないね。石垣はあったけど、あ、看板があるじゃんここにも。まあさっきんと一緒だな。お、角跡と書いてあるわ。こっちの下にも石垣があるみたいだけどな。こういうふうに行ったんだね。ここはちょっとこの地図は説明書きがあるな。お、段々になって角ができてるんだ。あ、段々の角ができとるわ。まあここでいいか。そうだから、これが多分何段かあるんだな、下に何段かつながっとると思います。まあこんなとこでよしにしよっかね。あ、ここから見ると読めるわ。はい、大内氏館跡ですね。龍福寺っていうお寺が今はもう龍福寺になってるのか。龍福寺の境内がなんか庭園があるのか、なんか庭園が4つ3つあるな。龍福寺ですね。大内なんだ、吉高菩提寺、国指定史跡になってるね。 あそこに大内の館跡の看板があります。どっから入ってくんだ。ああ、史跡の碑もありますね。大内氏24代広代っていうのかな、1360年頃それまでに館があった大内三織から、あ、ここに移ってきたということか。1360年にほら、大内は九州まで領土持っとったすごいやつだからな、うん、なかなかすごいとこだね。まだまあ終わりかけとるけど、紅葉がまだちょっとありますね。あっちの奥なんか結構赤いじゃん。ザビエルが関係しとる。ザビエルはこの辺で厄介になったのかな。おいしい、大内さんに会って布教の効果を得たんだって。あ、布教の効果、そうだね、こっちの方から多分布教は始まったはずだ、うん、そういうことか。この井戸は、あ、井戸かこれ、井戸知らんかった、これ井戸跡か。じゃあ再現したものだってどこも一本だけ綺麗な。この赤はなかなか見事だよ、これ、うん、これ広がってるのがいいか。これが広がってるのがかっこいいじゃん。おー、これいいね。よし、これで撮っていこう。
これは真っ赤じゃないけどね、この色もなかなか感じがいいですね。なかなか落ちる。いいね。いいね。これはまたこれは赤いね。うん、ほら、いいね。もうあの紅葉が楽しめましたね。もう小さいけどなかなか古そうなもんですね。よいしょ。すごいね。これはモミジとちゃう？葉っぱは、あっちもそうだね、モミジじゃないな、うん、綺麗な紅葉だけど、あれが本殿か。さ、なかなか格式があっていいじゃないの。もう菩提寺と書いてあったろ。もう長男高見所が養父本一義隆君の菩提寺として、長男高本の養父ってなんだろうな。だから養子に行ったんじゃん。長男は毛利を継いだんだ、うん、でこの高本の子が輝元なん、関ヶ原で戦う、あの、の出てきた、うん、吉高教主従の可否、なんかいっぱいあるな、うん、これがあれが吉高さんの墓じゃないんだな、供養塔だから。あっちも立派なあれがなんかありますね、塔が。なんかいっぱいある。これが可否か。なんと書いてある。打つ人も打たる人ももろともに。なんとかなんとかなんとか。世論が国の伝統さ、女善かどういうことかな。あ、末が出てきて。末鷹、春鷹か、うん。こいつがあいつだが、あの、大内の家臣だったけど、うん、謀反を起こして大内をやっつけたんだ、うんうん、でそれをまた輝元がこの末を打ったんだ、うん、ということのはずです。いろいろありますね。こんなも出てきてますね。滝も出てきている。子育て水子地蔵。本土がかっこいいですね。灯籠の中に賽銭入れがあります。これトレーニングにしてあるんだな、きっと。要は賽銭泥棒がおるもん。屋根がかっこよかったですね。大内義興っていうんか、義興っていうんだよな。おお、かっこいいじゃないですか。馬もかっこいいね。地仙と書いてあるな。ひょうたん池か。ひょうたん池だって。こんな感じか。あそこの上司に来れなくてこんなとこに置いてあるね。もう一体になってんだよ。あれさっきの山あれか、あんな高いか。あんなんじゃないか。そうだよ、この形だもん。あ、そうか。テッドあるし。あ、あれが高峰城の山か。ほほほ。そうか。石組井戸。わ、深い井戸があったんか。石で組んだるわ。もう木の周り中に石で組んだる。埋まっちゃったのか。まあ完全に埋まっちゃってるね。残念です。あ、
門越しに先ほど撮った参道の紅葉、おなかなかですね。これはなかなかですよ。先ほど上がった高峰山、高峰城跡の山ですね。あそこに電波塔があるね。あの横から上がっていって、あの山頂に打ったんだね、主閣が。でこちらに行くとなんか築地があるから、ちょっと見てきましょう。これね、高の峰城。え？高、高峰。高峰じゃないんだ。高の峰。築山館っていうのは誰の館だったかな。で、これが築地。で、八坂神社。なんて書いてある、大内氏の遺跡、築地だったかな、読み方がわからん。築地。この土塁の、これがそのまあ史跡になってんだね。月見のなんとか松なんとか、ここで月見したんか、この鳥居の目に上がって、よう分からんですね。もうなかなか結構な鳥居の跡ですね。だからこの大内氏の館を多分この鳥居で防御しとったんだ、その名残りだろうね。築山神社本殿はどれんの、これか、これが築山神社本殿か。これも輝元が大内義高を祀るために1605年に建立したか。まあ毛利も大内を滅ぼしちゃったから反省してるんですね、いろいろ。なんか火がいっぱいあるな。これは何の日だ、なんかが刻まれてる、排上穴が刻まれた。排上穴って何だ一体。排上穴は生のシンボルとして死者を蘇させることが豊作を願うという国に。生のシンボル、事故があるんか、それか。ようあるじゃん、あの形したのが、こういう穴がポコッと開いてる、あのなんてチンコの形しとるんじゃねえのか、あこれか、どっかで見たじゃないか。なんか南側に入り口の看板がありますね。あなかなか広々とした神社の境内ですね。どこか。まあ営業はしてないな、河村写真館。明治に作られた建物みたいですね。なかなかかっこいいですね。国宝瑠璃光寺でいい、瑠璃光寺の五重の塔。わあ、こんな塔があるんだ。これライトアップもされるみたいだね。3名塔があと2つどこか書いておいてくれたらいいのな。ネットに書いてあった、さっき言った法隆寺と、もう一個どっかだったはずですね。ここは大きい駐車場ありますね、無料の駐車場です。瑠璃光寺五重の塔は南北朝を合一尽力した後、足利義満が作ったんか、で応仁の乱を戦った大内義弘の菩提を伴うため弟の大内なんとかが建立した1442年か。ああ夜はこの綺麗になるんだよ、どっから入り口があるんかな。なんかでも刀咲いてるから武士だな、武士の銅像があるけど、なんとか先生とか言ったのな、明治時代の頃の誰かか。よし。
国宝の看板ね、1442年日本の歴史公園なんだね。香山公園って読むんだろあれ、うん、すごい。おあんな松の吊るしがあるじゃん、あんなちっちゃな木まで吊るしてんだ、うん、日本の歴史公園100選、こんなのがあるんか、感じいいじゃん。うそ、あれが塔なの？そうじゃない、なんちゅうふん五重の塔が見えませんね。多分あれだろうな、ここに看板があるってことは、うん、ひどこりゃひどすぎる。お、綺麗な池ですね。鯉も泳いでる、うん、いろいろ案内があるけど、なんか誰かの歌か、なんか言わからんな。しかし残念ですね。いつまでこういつからやってるんだ。ネットにほんなポージのこと書いてなかったぜ。ああ、大改修と書いてあるな。令和の大改修令和4年12月から8年6月。本当だ、まだ3年見れんね。和歌山牧水の会、初夏の山の中なる古寺の孤島のもとに建てる旅人。孤島のもとに立てないな、旅人だけど。じゃあね、和歌山牧水さんも、なんか今日裏はすごい山があるね。ここでなんか大石がよくわかるな。24代が大内広代、1326年からか。で、25代大内義弘。ああ、ほんで祇園だの八坂だのって名前つけたんかな。なんで、まあ、でもあれは違うか、京都の祇園習って26代。応援の乱で、あ、今のやつだね。応援の乱で亡くなった兄の菩提を伴うため五重の塔を建てた。で、27代は女じゃないか、これ持ちよ。あ、ほんでもないのか、息子と書いてあるな。28代、29代、30代、義興、あ、31代が義高か、うん、でこの義長で終わったんだな、うん、毛利輝元に滅ぼされたんだ、うん、これ面白いじゃないかな、絵が。堀ってどこにあるのかな。堀の地から江戸時代1690年にここに移ってきたと書いてある、うん、本っていうのはどこのことかよくわからんな。で、日本、え、本じゃんか。日本か。日本から移ってきたんだ。ここに石段があるんかな。なんか書いてあるけどよくわからんな。令和4年11月わらべ地蔵。じゃあ観音さん、小餅観音か。あれ何語だあれ、あの字、アルビア語か、あれ盆地っていうの、宗教の字。まあでも、うん、日本じゃないだろう。地母観音っていうのか。へー、あ、五重の塔がありましたね。石の五重の塔です。なかなかいいじゃない。
もっと質素なお寺かなと思ったら、すごい金ぴらかの、すごいねこれ。しゃもじもすごいね。人間のなんとかなんとかなんか、なんかいいお言葉が書いてあるんかな。仏心と書いてあるんか。いいか。このこれに口がこの血って文字でしょ。でこれにこれが足っていう字。足。でこれは唯一の唯じゃん。これは我。おお、そう、知足の知です。うん、あ、これ、我ただたる知る。たるべしを知る。意味はもう現実に感謝して、うん、文句言わずにちゃんと頑張れよって、うん、いうことだって。それはここに書いてあるんだ。あ、それは石にも書いてあるのか。うん、本当だね。あの、ここも、この大通しにあっちに五重の塔が見えるんだろうけどね。残念です。何時だ。あ、まあ、ほんでも3時10分か。ちょっと早いけど、まあやることなくなったね、うん、スーパー探さなかった。まだスーパー行かねえかんな。お仕事だ。騎馬に乗った侍は大内広横と書いてあるね。中世西本領の守護大名。いつの時代だ。あ、さっきあったか。大内24代の当主。先ほどなんかあの漫画撮ったな。あれ、顔がしっかり映る。大きな銅像で。よし、これがスーパーホテルの駐車場、有料ですけどね。で、あちらにスーパーホテル到着です。居酒屋もあるじゃん。居酒屋がある、いいね。でもまあ、さっきスーパーで刺身と弁当、あの寿司を買ってきました。まだ4時15分か、到着ですね。はい、あれがスープのホテルです。今日の宿。湯田温泉街。そうだね、これ山口でも湯田温泉って温泉街なんだな、これ。湯田温泉のあのスーパーホテルは、あのなんだ、大きい温泉もあったな、確か。ということで、早速チェックインです。ここ、なんか座る場所があるじゃん。うん、な、ちょっとしたスペースがあるわ。まあ、これがいいわ。前のとこは全然スペースなかったもんな。だからここで食おうともや食えるが。うん。テレビ、あと冷蔵庫はないのか、これ。え、ああ、あるわ、あそこに。どこ、そっちに冷蔵庫もありますね。これは2人で1万4000円ぐらいだったかな。安い部屋です。あ、バスは一応ついてるわ。でもここは先ほど言ったから温泉付きですから、大きな湯船があります。はあ、まだ5時前だろ。うわ、4時半か。ゆっくり風呂入って。あ、ほんでもあのウェルカムバー、部屋への持ち込み禁止と書いてあったな。さ、今までのスーパーホテルみんな部屋に持ち込んで酒後で飲んどったけど、それができないですね。残念ですけど。があるんだな。白狐白子の湯というか、うん、美肌の湯という。スーパーホテル山田山口、あ、湯田温泉か。うーん、ということです。誰もいなくなったからちょっと撮影ですけど、曇っちゃってダメですね。小狐の湯、あそこの看板が撮りたいんだな。こぎつけ白狐か、白狐伝説がありますね。読めんか、なんか白狐をなんか助けて湯が沸いたって書いたっていうような気がするけど。まあいいや、いい湯でしたね。
最高でした。昔のこのなんだ湯田温泉、結構温泉街があったんですね。昭和30年代かよし、はい、もうできとるか。あ、いいね、スーパーホテルはこれがあるから好きなんですよね。お、大きな焼酎の樽があるじゃん。あ、これワインか、ワインの何かが読めんけど、うん、焼酎ある、黒霧騎士、あ、焼酎もあるじゃん、いいね。じゃあここでゆっくりくつろぎタイムですね。晩飯タイムです。まだ6時開店、まだほとんど人がいないですね。いいですね、赤白。カクテルの作り方もあったんだけど、ソーダがなかったな、わからんな。で、これが今日の晩飯ですね。こっちは魚屋の寿司と書いてあったからな。うん、いい、俺のが豪勢だね。こいつこっちだ。はい、こっちが刺身。いいね。値段まで入ってる。これ、中トロの刺身だろ。うん。リゾートまで持ってきたね。フルーツとおはぎもあるね。あ、刺身、広島の牡蠣と書いてあったな、これ。そうそう。あ、いいね、うまそうですね。じゃあいただこう。まず乾杯せねえかな、うん、よし、はい、まあじゃあ乾杯でいこう、はい、俺は赤ワイン、あんた梅酒？梅酒。はい、じゃあ乾杯。うまいな。うまいな。すごい回る、この梅酒。梅酒？刺身を食おう。アルコールが濃い。はい、じゃあもう食いタイムですね。はい。